はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。柴崎もおかげさまでね、元気に過ごしております。さあ、また始まりますよ。柴崎が独断であなたの絵を見てお直しするコーナーの始まりです。はい。さあ、今日はどなたかな？じゃあ、抽選します。早速ね。入ってるからね。はい、この方です。はい。16番の方ですね。はい、じゃあちょっとパソコンでね、どんな絵を送っていただいたのか見てみますね。はい、あったね、ほら。ありました。はい、こちらの絵でした。ねえ。何かこう、とっても素敵な雰囲気があるね。この絵を送ってくださった方、60代、フランスの方ですね。タイトルがね、People by the Sea とあるから、まあ、人が波打ち際にいるというタイトルですね。うん、渚にてってな感じかな。さあ、ではこの絵のどこが素晴らしくて、どこを柴崎は直すのかね。早速やってみたいと思います。この作品ですね。フランスの方のね、若い方の絵ですね。People by the Sea っていうんですから、人々がね、海のそばで見るという、まあ、情景を描いたんでしょうね。まずこの絵のいいところ。まあ、あまりこう、たくさんのもの描いてないですよね。本当に限られた色と、限られた要素だけで、何かものを表現するっていうね。そのためにとてもこう、人間の心に、深くなんか訴えかけてくるものがある。というところが素晴らしいですね。それから、透明水彩の具の効果をですね、このウェットインウェットを、もう十分生かしきって描いてるところが素晴らしいです。その2点がね、もうとにかくいいですね。まあ、柴崎が少しそうですね、これを改良するとすると、まあ、ね、海のそばで人々がいるということらしいんですけども、まあ、先ほど、ね、あまり物を描いてないとか素晴らしいと言ったけども、また逆に言うと、もう少し何か書いてあげた方が、その海のそばでという、ね、の人々のイメージを、そこにこう、もう少し固定できるのかなと思います。ね、これ波かな。で、そしたらこういうとこ生かしながら、じゃあこれは砂浜、濡れてる砂浜かな。ね、何かそういうのが少しわかるように、もう少しわかるように。うん。されたらいいんじゃないかなと思います。はい。では、そんなことね、やってみたいと思います。まず、じゃあ、この前に。まあ、こういう状態だから多分、ね、海は低い位置にあるんですよね。で、ここら辺に何かお二人が、傘を差してるのかな。ですね。傘を差して、さらにまたこっちの方に遠くの二人が行って、こう波がね、沖の方に実はこう結構波が荒いんですね。多分ね、こうある。からこっちの方にもこうやって波が寄せてきて、例えばこんな感じかな。で、ここ濡れてる。まあ、そうですね。どうしようかな。まあ、水平線はぼんやりとして、まあ、よくわからなくてもいいんですけど、何か向こうの方にこうね、雨に煙るこう、ね、何か陸地の岸辺みたいなのを描かれても、まあ、面白いかなっていうような気がしますね。
それで、ここにこうやって、まあ、お二人が立ってるんだよね。男女が立ってるのかな？ちょっと、そこら辺がちょっとよくわかりませんけど。で、こんなんなって、大きい傘をさしてるんですよね。またこちらの方にも、ここにいるんだよね。こんなんでいいかな。さあ、それでは、色数はね、本当にこう、限られていて、でもその中でもこう、微妙にこう変化してるんだよね。これが素晴らしいです。それでは、やってみましょうね。空は非常にいいから、まずここら辺のね、波しぶきみたいな、ここら辺の紙の白を残すようにして塗るんですね。そうだな、オオカミみたいな色とかね。非常によくできてると思います。こんな色も少し入ってるのね。から、ブルー系の色、まあ少し黒なんか言ってグレーでもいいですね。それで、それがこう、こう自然にね、こう混ざってくる感じ。こうですね。で、ここを降りてきて、まあ、遠くの方の波がこう見えるということですね。ちょっとドライブラシでもいいかな。こうやって濡らしておいて、そしてもう一度ですね、暗い色をこうのっけていくと、そこに向かってですね、こう絵の具がだんだん降りてきて、この形がね、はっきり見えてくるというふうになります。こう乗っけたらもうあまりいじらないのね。ま、軽くこうコントロールするだけです。こんな感じかな。そして何か、まあこれはね、提案なんですけど、こちら遠くの方に、ね、なんか少し何か陸地の一部がこうあったりすると、例えばこんな感じってことですね。また楽しいかもわかんないですね。そしてこれは取ってしまいまして、こっちからこうやってですね、波を描いておくんですよね。こうやってどこ、ハードなとことソフトなとこですね。こんな雰囲気になってきます。
そして、まあ、ここにこうなってるってことは、ここが砂浜かもわかんないんだよね。だから、こんな色で。ここですよね。この時に、まあ、向こうのこう波打ち際をこう残して、ここね、からこっちへこう寄せてきた波の形を作って、こんな風にやってですね、こんな感じで、しこ波の具合を行こうかな。そしてこっち、砂地が透けて見えるね。今度ここ。海がさっとこう。寄せてきた感じ。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーにね、なっていただけますと、柴崎の作品のね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。大変いいですね、こういうこう、何か象徴的にね、こう。ね、こう書かれて、こういるんですよね。こちらにも、まあ、そうだな、少し色を変えた方がいいのかな。こちらですね。こんなふうにやって、ここら辺に、
こうかな。そう、大変上手に書けてますからね。こうか。こうなってんだよね。ほら、それでこうドライブラシでね。こんな声です。よいしょ。そうですね、ちょっとはっきり見えてるかな。またこうやって洗ってですね、波の形をですね、こう作り出していいですね。こうやってこうやって、ちょっとはっきりですね。こうしても面白いと思います。それでこんな感じ、ね、この波はとても白く見えるでしょ。もうね、この人物をこう大小ねつけて、描いたところだ。こう人のシルエットなんかも大変いいですね。はい。ね、このね、シルエット。もう、素晴らしいですね。この、ですね、空。大変です。まあ、何かこう、ちょっとね、何か少し加えた方がもいい、方がいいのかなと思うし、例えばこういう波なんかを利用して、こうですね、こう、目がね、こうやってジグザグジグザグとね、こう、画面の中にこう、入っていくように、ね、こんなこともね考えられると面白いですね。ね、こう波もこうね、明るいとこ白、紙の白いとこをこう限定したり、こう柔らかくしたりね。
何か、少しはこう、変化をつけてみるということですよね。はい。もうそれ以外、もう、ね。そうですね。ですね。もう雰囲気のある素晴らしい作品です。はい。とてもね、こうシンプルにね、絵をまとめていてよかったんですけども、まあ、もう少しだけ、まあ、海の雰囲気というかね、あるいは構図の、こう、ちょっと複雑にこうね、した方がいいかなと思って、まあ、こうしてみたんですけども、ご感想はいかがですか？ね。まあ、少しでも参考にしていただけたら、もう柴崎もとても嬉しいです。ということで、ね、もうやっぱりこう見てくると、あなたも絵を柴崎のとこに送りたくなった？待ってますよ、もちろん。はい。ね、送りたいという方は、この動画の紹介欄にね、応募の URL をね、貼っておきますので、そちらからお願いします。デジタルではなくて、ぜひアナログでね、描いた絵を待ってます。さあ、ということでね、今回も最後まで見てくれて本当にありがとう。またね、次回、違うあなたの作品と、そしてあなたとお会いしたいと思います。はい。それではまたね。はい、ありがとう。